今あそこにナックルズ TV の、倉科さんと藤原さんがいます。藤原さんは右の方、女の方で、カメラマンさんをやってくれてるんですけど、今からね、これ裏側の感じですね、自分が撮っていくっていう感じは。はい、小室さんの、アイシュバル、トシ君、まさき君、はい、今から藤原さん、倉科さんと一緒に、横乗りさせてもらって、ね、はい、行く感じになります。今、ね、話し合ったら、はい、あの社長の方、はい、喋れないから、はい、僕が撮った方がいいんじゃないかな。あー、そういうことですね、わかりました。僕ちょっと社長の方に、あ、了解しました、はい、じゃあまさき君のところに藤原さん乗るってことで、はい、でそれはそれで、はいはい、あ、ハイエース中入れていいみたいですよ。はい、今一番後ろがアイシューマルこと小室さんのダンプが控えていて、こちらがトシ君のダンプ、そして今歩いていったのがまさき君です。こちらのダンプに自分乗らせてもらいます。で今こちら、退場シーンを、まあ外に出るシーンを撮ってる感じですね。乗っていい？よいしょ、します。はい。じゃあ出ます。はい。はい。撮ってます。撮ってます。俺この裏側の感じで今撮ってるから。いいですね。ていうか、はい、髪型なんでそれ切ったの？はい、シュントさんのを見て、うん、いや、シュントさんすごいさっぱりしてるなと思って。絶対そうでしょ。本当です。俺も坊主にしようと思って。マジで？はい。はい、俺だったとしたらそれ巻いた方がいいんじゃないかな。あ、巻くほどもう切っちゃったんで。いや、それ全然巻けるよ。それ負けますか？でもそれ本当に見てそんな感じだったんだ。切った感じだった。切ったっつうか。あ、そうなんだ。はい。シュントさんの見て、嬉しいな。いいなと思って。はい。っていうか。はい、イカつくだったね、その感じは。いや、そんな イカつく見える。まあ喋ると全然イカつくないんだけどさ。今日お仕事の方は、お仕事は今日はたまたまちょっと第2土曜日が、うん、あ、そうか、第2土曜日って、はい、なんか仕事が薄かったりする。そうですね、もうしかもこの業界は。そっかそっかそっか、はい、でもなんか今はもう撮影のあれが入ってたから、はい、そう、もう仕事は入れない感じにしてくれたって言ってくれたから。そうです、はい、ありがとうございます。はい、もうこのために。いや本当にめっちゃさっきなんかいろいろバフもかけたもんね。ありがとう、ね、気合い入れました。本当ありがとう。もうこの YouTube に出させてもらってから心が変わりました。心が変わった。どうやって？見られる、みんなにもう、うんうん、あの、いろんな人に YouTube 見たよ、マジでかっこいいじゃんかなんて、言われた？言われました。結構言われるんで、それでやっぱ心入れ替えないとなと思って、うん、いや心入れ、別になんか何も変わったところないじゃん。全然なんか心だって元からなんか綺麗な感じめっちゃするけど、もっとどす黒かったってこと？もっとどす黒ちょっとあったんで。あ、そうなの？ずっと磨いて。あ、そういうことか、はい、そういうことか。見られるって感じ、こういうそういうことだもんね。そうですね。そうだよね、はい、そっか、声かけられたりすることでやっぱより気づくよ、ね、あ、そうです。俺もそう、うん、わざわざ泊まって、うん、YouTube 見ました、お願いします、とか。知り合いだけじゃなくてってこと？はん、パパパパーって。そうなんだ。全く知らない人にも声かけられてる。そっか、はい、それ嬉しい反面、なんかちょっとやっぱり気を引き締めなきゃいけないってことになるもんね。はい、そうですね、はい、そういうことね。体も引き締めないといけない。体は引き締め、締まってない、まだ何も変わってない。何も変わってない。変わってないですか。しゅんたさんにいろいろ教えてもらえながら。ああ、全然教えますよ、俺でよかったら。これ今、はい、どこに向かってんだっけ？これあの、うん、あの高速のインターのところまで向かってますか？高速のインターのところ、結構近いですか、はい、それは？これはまあ、もうここ曲がってちょんちょんってすぐなんで。あ、圏央道か。圏央道なんで。ああ、了解です。うちの近所にできてくれるんで。うん、あ、そういうことね。前はできてなかったのか、圏央道は。はい、もう2012年なんで、自分が高校3年終わったぐらいできたんで。うんうん、あ、圏央道か。はい。ああ。そこが。あ、そこが？そっから、そっから。あ、圏央道がね。はい。うんうんうん。あ、そうだ、確かに。高尾と、うん、高尾山インターと相川インターが、うん、間が途切れてたんですよ、うんうんうん、
その区間が2012年にその相模原インターって今行くところのインターで開通したんで、そうだったんだ、すごい便利になって、そういうことね、便利になりましたね、便利になったね、もうそこがつながって圏央道が全部回れるようになった、うんうんうん、最後のインターみたいな、あ、そこが、はい、なんていうインターって言ったっけ、相模原インター、相模原インターが最後のインター、そうです、はい、え、でもさ、あっちの方の結構秋田のとこまでずっと繋がってんじゃん、ずっと繋がってます、繋がってるけど、はい、最後のインター、あ、圏央道じゃなくなるってことじゃないよね、あ、最後にできたインターです、あ、最後にできたインター、はい、やっと全部が繋がったインターの最後の区間、あ、ですね、あ、そういうことなんですね、はい、へーと思って、そういうことね、俺もへーと思ってた今しかも、はい、待って、まさきくんのダンプ、はい、じゃ待って、このギア、はい、なんかそんな感じなんだ、あ、ちょっと今ちょっとブーツが切れちゃってて、あ、そういうことね、あ、なんだなんだ、あ、ごめんなさいごめんなさい、抜き出しで、抜き出しで大丈夫ですか、はい、中身はこんな感じになってますねこんな感じ、うん、初見たなこれ、え、このこのシフトノブが、うん、水中化ですね、はい、うん、ヤマダミドリコって言って、うん、なんかオークションで言うとなんか5万とかで、うん、そうなの、レアものみたいです、あ、そうなの、え、じゃあ売ったらそれ5万なんの、5万以上で、やばー、この間見たら8万ぐらいの取引がありましたね、マジ で、 これ1個で、え、それどうしたの、これお前使えって言われて、うん、うちの社長が、え、マジで小室さんが、はい、くれたの、はい、わ、やば、いや、それは売れないね大事に使ってます、そうだよね、しかもこれって、はい、これはヤフ、これもヤフオクで買ったんだっけ、これも、はい、ヤフオクで、うーん、これも、うん、7、8万ぐらいの品物ですね、ちゃんと言ってくれるの、別に俺が聞いたわけじゃないからいやいや、あの、ちょっと聞きたかったけど、あんまり聞いちゃいけないって俺、マル先輩に結構言われてるから一応これ、うん、50センチですね、うんうんうん、あ、これ50センチなんだ、はい、直径が、うん、この台だけで、うん、あとビーズとかこういう金属とか、うん、電球とか全て、うん、入ってるだけで、うん、全部組み立てました、自分で、え、あ、そういうことね、全部これ繋げて、そっか、はい、これをそのままボンって届けてくれるわけじゃないもんね、はい、そうだ、まさきくんは飯とかどうしてんだっけ、ご飯ですか、飯、ご飯は今弁当とか朝とか、朝とかもうほぼほぼ自炊で、自炊、お、自炊してんだ、はい、え、一人で暮らしてる、そうです、今一人暮らしです、おー、はい、あ、そっか、それでじゃあ何作ったりしてんので、うん、なんか鶏肉のソテーとか、そうなんだ、はい、ちょっと何、鶏肉のソテー、ちょっとダイエット飯にしようとしてるとかそんな感じではない、ただ好きだから、ただ大好きで、あ、ただ大好きでね、はい、あのうちの親父、うん、うちの親父も、うん、親父ってお父さんのこと、はい、あ、そうです、あ、うちの小室の、あ、小室さんがね、はい、はいはいはい、もうすごい料理がうまくて、あ、そうなんだ、あらゆる料理を作ってる、それちょっといろいろ教えてもらって、教えてもらって、はい、あ、そうなんだ、そう作ってます、うわー、はい、そこら辺とかも見習ってやってる感じなんだね、そうですね、へえ、ね、そっか、やっぱ偉大なる親父っていうのであって、やっぱり、うんうん、はい、おー、いいっすね、本当に、はい、あ、ちなみになんだっけ、はい、今あの、はい、手ダンプ屋さんで手あげたじゃん、はいはい、あれのは知り合いですか、知り合いじゃないんですけど、そうだよね、はい、知り合いじゃないんですけど、一応もう、うん、挨拶ですね、挨拶だよね、はい、やっぱそうだよね、そうです、トラックの業界じゃないみたいよ、知ってた、あ、そうなんですか、そうだからダンプずっと乗ってるわけじゃん、はい、で俺もダンプ乗りにっていうかダンプずっと乗ってたわけだから、はい、それが、はい、まあ普通だと思ったらトラックはやらないんだって、あ、そうなんですか、そう、知らない人はね、はい、知ってる人だったらもちろん、あ、こんにちはみたいな感じでやるとらしいんだけど、はい、ダンプって普通に暗黙の了解であるよね、あります、なんかダンプのあれが見えたら普通に手を挙げて、はい、で相手も手を挙げ返してくれるみたいな、そうですね、同業者みんな仲間、そうだよね、そのイメージだよね、はい、あ、やっぱそうなんだ、どうもみたいな、じゃあ今の緑と黄色のダンプは知らない、知り合いではない、まあ親父はもうよく知ってる方なんです、ああ、でもそのそんなにあれなんです、あ、そういうことですね、はい、でも運転手さんは今知り合いではなかった、あ、そう、全然知らない、そうだよね、そうだよね、お互いにこんにちは、そういうことね、みたいな感じで、面白い、まあ、お手で挨拶みたいな感じですね、へえ、はい、おおやばーい、はい、これはやばいっす、小室さんの哀愁丸です、あれ哀愁丸、おお、小室さんやばー、やべー、これはすげー豪華だ、しかもこの来ました、あ、来ました、うぇーい、うぅー、今横に誰か乗ってる、乗ってないか、やべー、
しかもなんかこの、はい、マサイ君のこのダンプに横乗りさせてもらいながら、はい、この光景はすげえなんか贅沢だわ。ありがとう、はい、あそこで今、はい、ナックルズ TV さんが撮影しております。そうですね、これめっちゃ裏側ですね。はい、これはちなみにこのセンチュリーは小室さんのですね。いいですね。いいですね。彼女さんはできましたか？いや、絶賛募集中でございます。それを言わないといけなかったですけど。絶賛募集中らしいですよ。はい。はい。なんか SNS やってたっけ ？SNS はまあ、はい、一応。何やってんの？ツイッター？ツイッター、インスタ、うん、あ、マジで？Facebook と一応全部やってます。本当？はい。まさきくんのことを興味ある方はじゃあ DM まで。じゃあ概要欄に載せておかせてもらいます。はい。はい。インスタグラムとツイッターと、うん、はい、あと何やったの？何もやってない。フェイスブックとか一通り有名なのは全部一応登録はして。 TikTok とかは？ TikTok もあります。あ、そうなんだ。自分でやったりはしてない。投稿もしてます。あ、投稿もしてる。知らなかった。そうなんだ、見てみる。一番初期の時にやった動画が。あ、そうなんだ、はい、踊ってんの？あ、なんかモノマネみたいな。そうなんだ、はい、後で見てみます。はい、恥ずかしいですけどね。いや、まさかだって見た目の感じと全然違うよね。見た目さ、だって黙ったらめっちゃいかついよ。そうです、ね、怖いよ。しかもその服装もそうだし、体格もそうだし、はい、顔つきもそうなんだけど、喋、はい、ってみると、はい、鬼ほど怖くない。超可愛いから。今、小室さんがなんでカメラ持ってるのか分かんないけど。小室さんが撮ってるスタイルになってますね。ほら、このトシ君のダンプ、外はすごいけど中がほんとシンプル。これは意外だったわ。いや、どうも。今、小室さんはナックルズ TV の倉科さんを乗せて横乗りインタビューをされていて、自分たちはこちらの2台で今帰ってきました。今裏側的な感じで撮らせてもらったんですけど、本編の方はまたナックルズ TV さんと自分のダンプチャンネルの方でコラボで、アップしますのでよろしくお願いします。最後にちょっとお願いしちゃいました。おー、この竹やぶの感じがめちゃめちゃ生えてる。うー、合わせてる。このリインタビュー中なのかな。小室さん帰ってきました。倉科さんが記念撮影してます。いや、これは撮影しないとね。はい、そうですね。こんな機会はまたとないですから。ありがたいですね、本当、ありがたいですよ。Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta
you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow.